はい、函館ワイヤーも南下市長官です、昨年のですね、ゴールデンウィークにこのような男の子3兄弟が来てですね、衣装体験をしていただきました。そしてこの長男の子がチビ忍者姿になってですね、いろんな忍法を繰り広げます。とっても可愛いです。ぜひ見てください。忍法、隠れ身の術。うっうー。大気、大気はしない。忍法、犬になる術。ワンワンワン。忍法、サイになる術。ワンワンワン。忍法、ゾウになる術。おお。忍法、ウサギになる術。このような感じでですね、もう長男の子は一生懸命忍法を考えながらやってるんですけども、一番下の男の子は構わずもう遊び回ってますし、次男の子はね、ツッコミを入れたりとかして本当に楽しい兄弟でございました。はい、ということで家族旅行の際にはこのような衣装体験をしてみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。函館ワイヤーも南下市衣装館でした。